先ほどはですね、タイマーをスイッチを入れ忘れまして、風はちょっと南になりましたね、リボンテープをですねラダーにつけましたら変な動きしましたので、今度はあの客の方に、つけてみました。これでいけるかなと思います。一応、はい、はい、とりあえず OK ですね。残量が、はい、じゃあ行きますよ。風向きはね、なんかわかんないですね。飛んでる姿はタコですね。あまり向こうやんと釣りの人がいるからあれできないですけどね。ちょっと位置変えようかな。太陽方向になっちゃうから。僕とカメラが触れる。眩しい。ファンフライ的な飛ばし方よりも飛行機的の方が面白いですよね。の方が私は好きですけど、できるのかって形ですね。あと1分ちょっとぐらい。道路の方行っちゃうか、やばいな、こらえちゃう。あ、火事聞かねえ。なんだ今のは。火事が聞かなかった。やばいな。火事が聞かねえ。途中で聞かなくなるんだな。はい、じゃあ下ろしましょうかね。さっき変な火事がね、また聞かなくなっちゃったんですよ。エルロンが片側動かなくなっちゃって。エレベーターだったら墜落もんですよね。なんか変な動きしましたね。さっきエルロンがね、ロックされたような気がするんですね。やばかった。よかった、落とさないで。はい、以上になります。